この28日間でね、75.8時間ね、見てくださってます。ありがとうございます。で、視聴回数は6392回。ね。割り算をすると、<laughs> 1動画平均視聴時間42秒。あーああ四42秒。<laughs> 日付言ってさよなら言ってさよ終わりだね。うん。あの、 私ごめん、ね、ちょっとこうやってね話しかけて話し始めるとかなんかこうなんてゅうの私緊張しやすいタイプタイプでしょ <laughs> 体が温まってくんじゃないほんとあのほんのね0 1ミリぐらいこうたらりって鼻,鼻水がね出てくるんです。うん、で私はねあの毎回申し上げてるんでしょね私のテーマは私は。 あの私の英語は私高卒、ね、で教科書は一度も開いたことない人間ですから <laughs>、ね、それでも「ビ i s i t the Pen」「Ayaba Pen」「MyNameIsPen」この3つはできますからこの3つできんとまあ2時間ぐらいしゃべれますそうあのインスタグラムインスタグラムね今年今年の初めがね あのギター動画、100回ぐらいだったんですよえっ、ー、と2年ぐらいあの2021年ぐらいから始めたと思うんですよ2020年の終わりから21年の初めぐらいからでギター動画はね100回ぐらいしか見てくださらなかったんですよそれでも100回は多い YouTube なんかね3回とか4回とか5回や で YouTube で5回しか見てくれくださってない動画が今日見たらねえっ、ー、とどうだっけメモしても分からない1610回、ね、YouTube の動画は5人、ね、この今年の1月はもう100回ぐらいだったんですよできっかけはあのー、今年の4月あ インスタグラムのコメントはね全部英語で書きますよもちろん。うん、できっかけは4月の終わりだったか5月の初め頃だったかあのー、セメントをねこうセメントをさスコップにすくって階段登ってった2階建ての屋上におっぽるんですよセメントを。 ってでそれが飛んでおく絵がヒューッとあってでこっちで風呂敷みたいなの持っててで、飛んでくるセメントをパシャッってこの風呂敷みたいなのに受け止めてニコーって笑うだけのインスタグラムの動画があったんですよ多分あのこうなんて言うの白いお洋服でターバン巻いてるからああ エジプトとかあの辺インドとかあちらの方だと思うんですよね若者がねセメントをスコップでシょいっておっぽってそのセメントがシューンっていって落っこっていく下に若者のどっちもねそのなんか白いタバン巻いたよなでそれでキャッチするでそこに私コメント書いたんですよただそれなんかしんないけどいいねボタン押してくれる人が50人100人 150人200人400人500人千、千何人うん。であのいいねしてく,れくださった人がどんな方だかアイコン触がるでしょでそのページいくじゃない。でその人があの、動画を公開してれば何か見て気に入ったのがあってそれを押してあの「ありがとうございます」って書,くか書いて。 あの評価してく,れくださったから、ね、100回しか見てくれくださってなかった動画を「いいね」してくださったわけだから <laughs> ただ見てあのどうでもいいよ人も千何人かいる中で現在ね「いいね」いいねしてた方くださった方が80人ぐらいいらっしゃいますよ。私の動画なんかね見て YouTube 動画見てご覧になってみてくださいよ。いいねしてる方は誰もいない。 <laughs> そ,もそもそもねこの赤いシャツ白いシャツ赤いシャツでさ世間で話言ってんのなんかねまあお一人お二人ゼロ <laughs> で一度の平均視聴時間42秒ですからね、うん、誰も聞いてないよここまで、うん、誰も聞いてない <laughs> ねそんでそのそのねセメントほっぽるで受け取るでにっこりっていうのがさ そこにコメントしたらあのいいねしてくださる方がいてでどんどん増えてって何最初分かんなかったの気が付いたらね900何十回ぐらいになってんのなんかコメントが来始めてで私の書式はいつも昔から、あのーね、日付入れて時間入れて「フォーム用かファデリージャパン」って入れるでしょ そたらそのこのねこれほっぽった動画に「いいね」がしてくださってその「いいね」してくださった方が私のギター動画もうえっと2021年のね6月ぐらいの,の最後俺すぐ何でも飽きちゃうすぐ飽きちゃううんだからねあの何でもね <laughs> 5ヶ月半入院してたけどねあの 辛いなとかねそういうのないうん、何でも飽きちゃうからね、うん、あこういうもんなんでしょうねというだからどうしたのって感じだか,だからそれの不愉快な人多いんだよどう多いわけだか知んないけどまあねきちんきちんとねした人なんでしょうねうん私は関西弁がいけないって申し上げてませんよ NHK にはアクセント辞典っていうのがあってアナウンサーで食ってくんならこれきちんとできなきゃ ダメよっってなってなるるんだいわゆる標,準語っていうの標準語でしゃべる理由は青森の方が聞いても石川県の方がお聞きになっても佐賀県の方がお聞きになってもどこの県の方がお聞きになってもいちいち翻訳しないで日本語を理解できるから。 これ全編、あの、つまる弁で、ね、NHK 人難のニュースが、全編つまる弁だったらどうやっぱわかんねえとこが混じると思うでしょ全部わかんないっていうわけにはいかないけど、日本語だから、なんかよくわかんないところがいっぱいあるんじゃない全編なかったら。それはいいんだよ。もちろんよくないんだけど、全編。 津軽弁でやれば「あこれは津軽の、あのー、番組ね」とでしょでも NHK「人、あ、南、のー」は津軽の番組じゃないから標準語で日本全国にの方々に誰が聞いてもいちいち翻訳しないでわかる標準語で喋ることになってますからアクセント辞典乗っ取らないと。 口けけないわけですからゴールデンタイムのねニュース原稿を書いたんだ自分の意見じゃない書いてある文字を用心語で言うだけの話だからちょっと脳みそ詰まってたらあんま間違いない何、ま、だか分かるアクセント辞典で勉強してあるから叩き込まれてるから違うそこ。 なんで君はニュース原稿を読むたんびにそこをつがる面でやんのいやーいけませんかいけねえよお前。ねそれ言ってんの。で、あのー、具体的な例はね背景。背景。これアクセント違うじゃない。背景と背景は アクセント。どんなバーカが聞いても違うじゃん。ね。で、アクセントが違っても、例えば関西弁で、箸って言うと、あのー、関東のブリッジ。ね。ブリッジ。んまあ、横浜弁で言うと、ね。アイワン ハッティエッジ、オブザブレッジ。橋の、橋を、走る。橋の、橋を、走る。これ関西弁でやると、橋の、橋を、走る。意味は同じ。何が言いたいか。かお国言葉は、お国言葉でいいでしょ。 ニュースの原稿はお国言葉でやんなよって言ってんの。全国ネットでやるんなら、ね。島根県だけ限定で、ね。NHK 人内が今日のニュースを島根県にだけ流してんなら、島根弁でいいよ。混ぜんなよって言ってんの。 それが商売で食ってんだからこれにのっとってしゃべんねえとダメよんっていうとこなんだから神男は。ね。ほいでそのだからそのなんていうのアクセントね。例えばあの昔さ NHK 教育ラジオを聞いてたことあるんですよあの2000あ1980年からテレビ見なくなってそれでも NHK のラジオを聴いてたんですよ3番ねあの教育の方。本当夏休みになると子供があのうんねなんかこう知識人っていうんですか回答者がいて夏休みになると子供が質問してきて。 科学の,の質問、えー、動物の質問植物の質問なんか先生が先生っていうかまあ回答者がいらして呼ばれたね、うん、NHK に呼ばれた方が何かこうお答えしてその時ね関西の方がねその単語は忘れたんだけどうん,なんか質問た多分声の感じとあ語彙の感じから 小学校の低学年だと思うんでね1年生か2年生だったと思うあ年齢も言ったかもしれない、うん、確か1年生か2年生ぐらいの子がその関西弁で質問してきたときに答える人がたまたまその方はあのー、東京近辺に生まれて東京近辺の世界しか知らない回答者がその関西弁を言い直してあ あの、何とかじゃなくて何とかねって言い直したんだよ。ねそれ必要ないから。言い直さなくていいから。あ関西の子が今「うーんあの、箸」って言ったら「あお箸のこと言ってんだな」ってわかるじゃないね。「走る」って言ったらさあなんだろうなって。 分かんない知識人はあんまりいないなと思うあ関西の人が今走るを走るって言ったのねって翻訳しながら分かるわけじゃない。ね、それ相手が大人でね関西の方で大人で公の場で喋るとる時にお互いが標準語同士で喋るのが常にならじゃない。 さっっき言った横浜なら橋の橋を走る、ね、関西なら橋の橋を走るになるから、ね、それいい悪いじゃないんだよニュースでそれやんなっつってんの特に人南はわかるよねわかんないジゃうすらバカだよ で、あの、また話戻るんだけどさインスタグラムねその4月の終わりかその5月の初め頃にこのセメントをねほっぽって屋上でこうやって受け取るのにコメントしたらあの、いいねがどんどん増えてきてででそのコメントから私なんかもやるように。 皆さんもやると思うけどこの人どんな動画流してるどんな感じの人なんてアイコンクリックするとインスタグラムは飛ぶじゃない YouTube は飛ばなくなっちゃったけどであこれこういうのやってるやつねとで、そこでもう2年前からギターやった流したギター動画が YouTube で 5, 5人しか見てくださってないギター動画が。 あの今年の初め100人ぐらいだったんですよ見てくださったのがそれが一気に気が付いたら今日1,610回で「いいね」してくださった方が8080 80人ぐらいかなうんそんでその「いいね」してくれるってことはくだらねえから「いいね」するってことはあんまりないと思うんだよ で、その「いいね」してくれた方の何人かが外国の方ね「あのー、お前はど、あのギ、ー、ター動画いいよ」って書いてくれるようになったわけこの4月の終わりか5月ぐらいからポツリポツリねで返信してたわけでそんなのが1週間間ぐらい続いたらあるねなんかえっ、ー、とー フォロワーが何か何千人だか何万人だかいる方がねコメントなさってきて「お前なんで日付入れてんの?」って書いてきたからあのこうこういうわけで「ミーニングオブ t e i イ I アイ a r ランティ e って書いたら「ああ分かったよ」と。でもその後もも「何でお前日付入れてくるの?」っちゅうのがあの。 かそのたんび元に返信書いてさほいでおとといの夜だったかなそのねセメント投げたのに対して「お前なんで日付あ違う日付もね曜日も時間もねお前はど,どこの人間かも書く必要ないよ」って言っ,た言ってきた方がいるわけ。で答えを書こうと思って たらすぐそのコメントを俺が読んだかなーっていうあたりで消すんだよ。でまた何か書いてきてすぐ消すのあ。日本にもよくいるじゃん書き逃げするバーカー。うん、でなんか最初は必要ないよと。で2番目はどうのこうので3番目はあのねインターネットっちゅうのはあのいい人ばっかりじゃないからねこの設定にそんなこと書かなくていいよって。 書いてきたから「いやこうこうこういうわけでこうなんつよ」って言ったらその後はもう返事来なくなったんだけどでその辺りまでね私が返したコメントに対して日付書いてこう返信してくださる方が10人15人ぐらいいたの。最近はもうそのある短い時間あの1週間ぐらいの間だけね私が日付でお答え差し上げたら。 返返事を日付を入れてねあ1週間ぐらいあった最近はもうない「うん、どっからです」っていうのはない相変わらずまあ、うん、いいねとかでね今日も <laughs>、ね、なんかコメント書いてくださったんですよ。でそのあれなんていうのよく分かんないけどその個人個人でなんかやり取りす,するこう なんか描くとさこういう四角い紫ブルーのになって開いてるのが薄紫なのなんかあれなんちゅうのかよくわかんなきゃど他の人が参加できないなんか個人個人でやり取るするなんかインスタグラムにあるんだよね。それで帰いてきてくださった方がいいよって褒めてくださってきたかな。 なんだか忘忘れれちちゃゃった何で忘れちゃうの <laughs> とにかくいい,いいよっていう意味のことを書いてくださったんですよで。でどうもありがとうってで、日付入れてたんですよ。そしたらすぐ返信が返ってきて「お前なんで日付と曜日と時間と場所入れてんの?」ってまた聞いてくんからあの、セ節丁寧にね書いて、ね、英語だよもちろん <laughs>。 あの今後こういういわけなんですって、ね「日付はね誰のためではなく私のために書いたんですよね」ね68のじいさんだから切った先かもうどんどん忘れてっちゃうから日付入れるんですよねでもし何かの加減で同じ動画をね過去に見た動画をまた見ることがあった時に。 自分がコメントしてんのを読むじゃない、えっと、ああその時は俺,俺はこう,いうふうに思ってこう,いうふうに書いたんだな日付を見ればわかるでしょ時間を時間って大事だよ日付って大事だよすごーくじゃあ新聞に日付なかったみなバカなのってなんじゃあれい意味わかるアイギャランティ日付ってアイギャランティだ 何年何月何日何曜日にねマルバツ新聞はこういう意見を申し上げましたよ正しいかどうかは別にしてアイギャランティだから日付、ね、って大事で <laughs> もう林貴先生はここまで見てるわけないからね、うん、じゃ最後に英語で言った方がね「Do you know h i r s h e h i is a g e n i u s o f the Earth He discovered another human history.He is the first person who said Jomon 文明文明 civilization.Jomon civilization is the first civilization of all over the world. ヒロアシ・ハヤシ is the first person who said 城門文明。Never forget this.、Okay? で、そういうことで、今日は取り初めもなく、ビデオダイアリー、林広しビデオダイアリー02461。 私の,あ私の人生もそろそろここどまりかなポチポチポチとまるその先に見えてくる限界不当点そしてその運命クエスチョンマークそれについて考えてみました。By、林博史 ね、やっぱね確かに限界っていうのはあのー、肉体的にはある。ね、私若い頃はあの腕立てフセ1分間に812回までできました。どんなことやっても1分間にできるのは812回。それ以上早くはできなかった。それは物理的な限界。うん で、その当時ね若かったところのね限界で今腕立て伏せできません手首はこんなになっちゃってますからこの手じゃね床に手をついて腕立て伏せできませんよ <laughs> 現在私腕立て伏せゼロ回、うん、これはあのー、身体的限界 体力じゃなくて部位の限界がありますから。で,で普通の人はね手首はねあのー、まあ80度ぐらいな、ま、90度ぐらいあるいは手首の柔らかい人あ,のあるいは、ま、年齢に関係なくね手首の柔らかい人は110度ぐらい曲がる人もいると思うよ。うん、だって子供の時さ小学校の時あっね この親指をさこうやってギュッと曲げてさここへくっつけた子供いたよ同級生はこの親指をこっちにこうにあなた大丈夫っていうさうんねその人間にはいろんな限界があると思うよ例えばその年齢的な問題あの限界あ体力的な限界、ね、身体的部位の限界 ね、例えばあのー、私若い頃は1 7 0ンチで6 4ね六6 4キロありました。もうこれ以上食べられないよっていうふうに食べても64より上に増えたことないです。うん、それはやっぱりなんかなんていうの丼飯でいっぱい食っても腹が下げるぐらい食っても太れなかった。 あの寺尾っていう方いたでしょあのお相撲さんでさねすごいいい体してるあの方もさもう泣き泣きもう吐きながら食べてもやっぱり太れなかったんですよあの方それはあの肉体的限界じゃなくてその動物学的限界っていうのかなあのキリンの首は長いじゃないね 馬の首も長いけど、キリンの首はもっと長いじゃないでも、キリンみんな呼んできたら、ちょっと長めの首、短めの首があっても、あの、カバやさ、ライオンみたいに首の短いキリンっていうのは、あんまりいない。うん。あんまりいない。それは、その、動物的差異っていうのうん。ね。 同じ際でも何かなんだっけ一本の角が一本の際もあれば二本の際もある,あるでしょあれはやっぱりその物理的な限界でもないし、あのー、年齢的な限界でもないじゃんそれ種族別の限界ってうのかな特徴かねそれは、うん。だから人間の場合も若い頃はね 100m はさ3秒ぐらいで走れたんだけど80歳になったら 100m をね2秒ぐらいで走れちゃいましたってそういうのもあるでしょあるじゃねえかなね。逆もあると思うよ。若い頃はできなかったんだけどうん年齢がいったらできるようになっちゃった。いやそんなことは災害ないよってあるよ。例えば 英語をずっと勉強していればさやっぱり若い頃よりはあの語彙も増えるしそれから聞き取る語彙が増えればねあの英語を聞いて分かんない理由はたった一つ。その喋ってる言葉を知ららなないいから分かんないでも例えばあのお隣のね大韓民国の言葉はさほとんど分かんないけど。 隅だっていう、そこはわかるじゃんあの、私、我が家にね、1960… 長くなるよ、長くなる、また、うん、我が家に1968年にテレビが来たでしょで、その頃から、あの、時々あの朝鮮民主主義人民共和国の放送も NHK でニュースもね、NHK で流すわけあと、あの、ちまちおごり来た、あの、おばちゃんがあの方、2、30年、あの、アナウンスやってたよね 違うの今はどうかわかんない。テレビなんかわかんないけどね。あの、なんかニュースやめなさい。よろん山出のスビアってね、女性のアナウンサー。なんでそんな力入れて、よろぐんをやるのかなと、うん、子供心に思ったね、うん。あの、今で言えばさ、なんか悪い薬でも <laughs>、 打たれちゃったのかな <laughs> って思うよね。うん。やっぱりさ、あのー、例えば昔はさ、俺なんかの子供の頃はさ、あのー、キ、ね、キマークっていうのが流行ったんだよ。でもそれあのー、言っちゃいけないよっていう言葉でさ、 ママークって、ね、トレイドマーククっっててトレドやつそれはもう言っちゃいけないってことになって病院にもね「キトレードマーク病院というふうに言ってたんだよね俺が小学校の頃は中学の頃もまだあったかね1980年以降かねあのあれも言っちゃいけないこれも言っちゃいけないが大は,はやりしたが誰が決めたんだか知らないけどねうんあっあのー 中野のさ雨風ロに書いたんだけどさもう忘れちゃったけどなんだ,なんだっけなうんなんかまたあの私たちがあ子供の頃に習った日本語あの外国の日本語なん,なんていうのチョコレートみたいなやつうんなんだっけね見て中野でまたなんか書いちゃってんねうんでもまあほんとかよと思ってさその言葉入れて あの英語の発音で聞いてみたのたらアメリカ人のアメリカ語の発音でそのと昔習ったとりりってんから何こうやって勝手に変えていくのかなと思うよ。うん何だったっけねまた次回あの覚えてたら言いますよ何だっけな地名だったか動物の名前だったか土地の名前だったかあ 地名だったような気がするななんだか出てたけどねあ、今見てみればいいかあ,あ、ありましたコーランねコーランってあるんでしょ今ね、クアルーンって書いてあるのどこの薄らバカが書くんだかそれが言語なのかね多分あのほらエベレストがチョモランマンになったように コーランはコーラン人に言わすと、クアルーンちゅうのかね。うん、そんだけの話。そうそう。あのー、近代中止事件っていうのあったんだよね。うん。それまでは、あのー、大韓民国の、あるいは朝鮮人種主義人民,民共和国の、うん、お偉い,いさんの名前は、 日本の漢字読みね金に大きいにちゅっくらいって書いて近代中近代中って言ってたわけでもそのあのそのじ近代中止事件っていうのがあった後以降は金正順金正順金正順ねおなんか子供の頃はさあの李承晩ラインねなんかゴロガいじゃん李承晩ラインね。 最近あのー。なんちゅうの。いや俺の名前そんな発音じゃないよって怒られたのかね。うん。あ。キムヒョンヒ。あのー、キムヒョンヒさんあ。うるさいから消しとくね。そう、だからあのキムヒョンヒ。あなだ、キム、あ。 近代中事件近代中止事件とそれからが最後だね。そ,のそれ以降はあの朝鮮名の発音で言うようになったよね。うん。でも俺テレビないからさ1980年からテレビ見てないからさ今の、あのー、大韓民国の 首相の名前もその前の人の名前もわかんないうん。は、うん、だ失礼だけど別にさ日本人が大嫌いですよっていう国家思想の国なんでしょ日本人は許しませんよっていう国家思想の国なんでしょ違うの日本人が大好きなの大韓民国人ってそんな風には取れないけど、ね 教科書でね大韓民国風の教え方をしてるわけでしょ。ね、で大韓民国の方が日本に来る理由はないもんね。日本に占領されて日本にひいたげられて。 日本に悔しい思いをさせられてなんだっけあのー、女性のあの総理大臣いたじゃんなんか足を踏まれたら1,000年忘れませんってあのー、大概人間生きても120歳ぐらいだよ。うん もうそこに嘘嘘があるよね、うん、嘘ばっかり言ってんなってもうなんかさすぐ忘れちゃうよ。うん。バカ見たらバカバカが揃ったらバカ揃い。ね、これをあ本当はねバカじゃない方のもう一つのうすらバカを使いたいんだけどねほんともっと怒っちゃうでしょ。 まあ取り留めもなく今日は久しぶりにねやってみました。でさあのー、大韓民国の方はさあのー。 日本に植民されてひどい目に遭ったって教科書で習うんでしょね植民じゃないよ。五等国の朝鮮が一等国の日本に北はロシアに攻められて、ね、西は中華人民共和国に攻められて どり会うことになっちゃうからねで俺たちの暮らしもねなんか一番有名なもんがあるんでしょその前にクソが起こってるんでしょね、まあそれはいいとしてさ日本が植民したんだよねあの当時植民ってさまああのイギリスだったりオランダだったり フランスだったりスペインだったりポルトガルが、あのー、世界各国に植民地を作ったんじゃない。で植民したされた国にはその何とか塚っていうのがあるわけだからさでも大韓民国の人がね「ね俺たちの国のここにはあの、何とか塚がありますよここにもあります」葬られてる。 なんとか塚がありますよって話は一度も聞いたことないよ一度も聞いたことない一度も聞いいたことないそろそろ今度はそのなんとか塚の金を越せやったらどうあるんでしょ植民されたら必ずあるから必ずあるよんとか塚って 調べたら出ると思うよ <laughs> それでいい世界で一番バカな民族がだー <laughs> れーあるよねあのー、前方公園墳がさ発見されたことあったじゃないね。 んで、小踊りしてみんなで喜んじゃったじゃない。そんで、そのほ,ほじくった地べたのね、年代っていうのがあるんでしょここの、この辺の地べたは、あのー、何世紀ごろの地べたよっていうのがあるわけじゃない。で、それでやってみたら、あれ日本から流れてきたのこの文化はって。 <laughs> バレちゃったらさ埋めちゃったじゃないねえ小躍りして都合悪くなんと埋めちゃうじゃないでそういう血っていうのはさ争えないよやっぱりえらって笑った瞬間にあっって分かっちゃうからどんなにバレないように振る舞ってもね 一瞬で割れちゃうから何とかずかあるんでしょ植民されたんだからあのー、ほら独裁国家っていうのは公開処刑っていうのが当たり前にあるじゃないねそれなんでだかわかる独裁者に歯向かうとあんななっちゃうのいやあ。 怖いな怖いやあ <laughs> で、えー、今度は日本の話ね日本あなたさ例えばああ私横浜市民だけどさあなたが東京都民でね東京都民っていうのはあれでしょ日本で一番 えらい県なんでしょなんか、ステータスがあるんでしょね。で、横浜市民は関係ないんだけどさ、一応、日本で一番偉い県なんでしょ東京って。そのと、東京の一番偉い人が、 なんか言うのは総理大臣が言うより、あのー、偉いのかなっていう場合もあるわけじゃない日本の首都だからさ。ね、でほら「NHK 人南」も東京にあるわけじゃないうんあのー「逃げる車」引いてた時さ「はやぶさ町」<laughs> あそこの辺り通った時に「 あなんだっけ、自由民主党の、なんかビルかな、うん、違ったっけはやぶさ町。ああ、ここですかみたいなさ、うん。でね、NHK 神南の前でね、撮ったことない。一度も。うん。あの山へ行くことはなかったね。配達で、二宮へ行ってた時。あそこは行ったことない。うん。 だから NHK が人内がどんなんだかよく分かんない <laughs> <laughs>、うん。でねあの横浜の人間は関係ないんだけどさやっぱ東京の一番偉い人がさなんか言うと影響力が例えば横浜の一番偉い人がなんか言うよりは偉いんでしょ 違うの昨日、うん、昨日かなオケー買い物行ったんだただ前から来る人がさあのやっぱり歩道からさはみ出て車道の方へさ3メートルぐらいぐるーっと、うん、また今流行ってんの <laughs> じゃあ最後にこれお聞きしますね。 あなたはこの3年と4ヶ月の間にその大流行りした死人何万人ぐらい見たのまさか5人や10人じゃないよね。毎日いっぱい死,死んでるんでしょあれは漏水の水漏れ事故なの 横流し <laughs> 何見ましたあなたぶるっちゃってるわけじゃん何べんも申し上げますがウェイルスは顕微鏡で見る世界だからあの繊維の折り目はどんなに積んでても目視できますから意味わかるよね目で見える穴を 目で見えない細かいのが「すっかすっかすっか」だからねそれはどんな利口でもわかるよねざるで水はすくえないからざるは水を切る道具だから切るってわかる下へ抜く道具だから意味わかるざるしたらすっかすっかすっか何が「いに。 あんなに4粒どころじゃないと思うよ <laughs> ね重ねて聞きますよこの3年と4か月で死人は何人見たの歩道飛び出てさ車道まで逃げなきゃなんないほどあおののいちゃうほど死人を見たわけだよね何人見たの 駅前のパン屋さんにさ、コロッケパン買いに行くとき、いいんですよ。スパゲッティパンでも、パンダパンでもなんでもいいんだけど、駅前のさ、八百屋さんにお野菜買いに行きました、と。えその道すがら、え右を向いても、左を見ても、 パッタン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 倒れてたんだよね息き倒れそれ見たんだよねじゃなきゃこんなに飛び乗かないもんね車にひかれちゃうよシャドウへ飛びれんとでし味覚障害で苦しんでるご近所の方はあどうんどんぐらい見たの 嗅覚障害で苦しんでる方は何人ぐらい見たの全部ゼロバカなのお前。いっぱい見たんだよね。じゃなきゃあの魚ほら防毒マスクこのこの何こ前と横に3つさ防毒マスクかぶってた子オーケストラで。 十いの若い兄ちゃんあの子今防族マスクの甲いもなくあの行、ー、きだわれちゃったか死んじゃったのかねあなた何人見たの死人バカなのいっぱい見たんだよね 一人見ましたって話聞きましたじゃ見てねえじゃん。いやあのー、俺らは見てないんだけど誰々さんがどっかの誰かが言ってたのを聞いたっちゅうのをまた見聞きしてあそこの会社のあそこの人は死んだっていう話聞いたよって見てねえじゃん。何で見たの 1>, 1時間7分22秒。何見たの単純な疑問文だよ。疑問文言って粛清されたらここお隣ってなっちゃうからね。うん。お隣にあるでしょあの独裁国家って言うんですか で一軒置いたお隣にもあのねあの共産党員が牛耳ってる国がありますよね。ありますよね。 ここ日本だから疑問文言って粛清ってありえねえから日本だから疑問文言って粛清されたら粛清してるやつ何人って話になるよここ日本だからここ日本だから ザル水切る道具だからスカッッバカなの <laughs> あのー、皆さんもさ日本のねー YouTube ばっかり見てないで海外の YouTube ご覧になってくださいよ。ね。現在のあの街、ー、並みを映したような。 ね、繁華街とか映ってるような海外の YouTube の番組いっぱいありますからね2メートルも3メートルも飛び降りてこんなことをやってるねバーガーが映ってる海外のチャンネルないよ <laughs> あのザルをかぶってるやつもいねえよだ <laughs>、うん、中にはね何かの加減で ってねあら珍しい2人いるあこの人なんか喘息なかなんかの気望症があるんだねと、うん、マスクなしじゃいらないんだろうねと思うよね、うん、見てごらん世界に広く目を向けてえ白井先生日本のうすら馬鹿もう相手しなくていいから全部 M でやってくださいで字幕に日本も入れてください。 あの英語では「This is a pen」って言ってん時僕の人生は今日まで真っ暗だったってこう書いても分かんないから <laughs> <え>分かりませんから大概の日本人で、ね、英語分かんないから <laughs> 英語分かんないから大丈夫 <laughs> まあ中にはねあの林裕章さんが大嫌いで ね、こいつ何とかしておとしめてやりてえな何か口すべらしたらあ通報しちゃおうっていうバーカーがいるからね。うん、に俺ねその人の人生ね虚しいと思うよ他。他人を罵ることでしか自分の存在にはないという。うん 生まれた時から死ぬまで日本人の偽名を名乗るって無駄な人生だよ。うん、何べんも申し上げますが「嘘つきは泥棒の始まり」「○○人を見たら泥棒と思え」ね「先人の教え先人の戒め」 いやーお客さん、マルガ人にもいい人いますよって言われないようにしましょうね。にもにもにも。はい、白先生。英語で言っときゃ分かんねえから。大概の薄ラらは。<laughs> で、あの、ここ、字幕には、あの、こう、当たり障りのないね。This is a pen! I have a pen! My name is pen! ってこう。 日本語で書いとけやね。あ、あ、そうか。今日はこいつ悪いわ。ねえ。わ <laughs> かりやすねえから。<laughs> ね。でも。林先生、正直者だから。それはできないよね。え、う、え、ん <laughs> <laughs> ね。林先生のね。持って戻りますが。ね、今日のビデオだより。ね。林宏。ビデオだより。ゼロ二四六一。 私の人、私の人生もそろそろこ,ここ止まりかな。ポチポチポチ。と、まる。その先に見えてくる限界、不当点。そしてその運命、クエスチョンマーク。それについて考えてみました。バイ。林宜氏。 今日はもう、文字がいっぱいなんだろうね。ひろし、はやし。はあ、ままつ、せり。ジャパンも入ってなかった。でね、一つ感動したんだね。運命っていうのはね。ひきょうま、ひきょもんなんだって。運命からね。逃げよう、逃げようとすると、どこまでもっていくんだって。でもに、に 運命が来た時にん「だからどうしたの?」って言うとね「うんーと僕シャシャリ出る幕なくなっちゃったに」に <laughs> そうはおっしゃってないよ俺が日本語ね「横浜弁に直すと」と、ね。だそうです。うん、だからあのね限界ってあるよやっぱり。例えばさあの。 1980年頃、もうテレビみんなやめたけど、その頃ね、流行り出したのがね、大食い選手権みたいなの。ね、じゃあ、おういっぱいして、優勝しましたっていう人にさ、じゃあ今の持ってんこのまま続けてやってくれるって言ったら無理だよ。できるかもしんないけど、おおむね無理。次の一口入れたら今のが全部出ちゃうから。それはさ、もう内臓の限界があるから。 いや、胃袋がくりま膨らまります。でも、横隔マスクの大きさがあるから。お腹の大きさがあるから。お腹より大きいたらいはお腹に入んないから。ね、それ物理的な限界、ね。でも、精神的限界っていうのはね、ある程度は克服できると思うよ。ただ、 ねあのー、ここのさピューってねでピューってこれをこれをねピューってやられてさ例えばねこういうもんでうっすら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 堪忍してちょ堪忍してちょ堪忍してちょにやっぱなるからねうんどんなにね「いやくはね」ねなんつっててもつってやると「あっ堪忍してちょ」 なりますから,だから精神的にねあの限界っていうのもやっぱあるでしょ年齢的な筋肉的なあるいはね私ギターでやってんでしょここの幅が狭いから親指が上からこれ物理だから単純の物理だからね。うん、1時間16分20秒。 わかりましたじゃあ最後はこれを言って終わりにしましょう。はやしる先生 <laughs>。あのー、もう日本国内のスラバーが啓蒙しようっても無理ね ?10 年やって無理ならでも次の翌日ね日本中のみんなが「あーそうだったんだ縄文文明って世界で一番。 古い文明だだったんだありがとうございますっていう人が一人ぐらいは出るかもしれないね。うん、<laughs> で、足浦先生え世界のウスラバガに<の>英語で世界で一番古い文明国家は日本なんですよ。世界で唯一の温帯の島国を 彼らが選んで、日本を住処として、そっから散っていったわけですから。それを海外のウソろばに、違うよ。<laughs> バカなの。<laughs> 違うよって <laughs> 当たり障りなくね <laughs>。当たり障っちゃうと、あの、通報されちゃいますからね。うん でお願いしますよ林浦先生、ね、俺みたいなもんがねあの家庭 YouTube で何か言えるのは林輝先生が縄文文明っておっしゃってくださったから。ね。俺みたいなものがね10年あと1年あと1日やってね もう一人増えるかもしんない。でもそこに <laughs> 期待しないでね、あのー、映画でやってくださいよ。全編英語。ね。その、本編に対する英語でもいいし、あのー、世間話でもいいし、こういうことはこうですよでもいいし、 ランニングマシーンはもう、うん、今日から一日3回にしようかなとかそういうのもいいんですがもっとね見たものは見たんだおっしゃってくださいよ。ね。広く海外にそれをおっしゃるとそうだよ。何間抜けなこと言ってんのお前当たり前じゃん <laughs> っていう人多いですから。 え多いですからああ。だからいうことでは、ま、だはだ取り留めもなく在日朝鮮人の皆さんなんで日本人の偽名名乗ってんの偽名なんだからさカトリーヌ・ドヌーブでもいいじゃん。 日本橋三丁目でもいいじゃん。なんで日本人の偽名名乗ってんのなんか理由あんの偽名なんだからさ。何でもいいじゃん。日本人には、木は森に隠す日本人に知ってもらいたかったらさ、

日本人に帰化するのなんか真っ平なんだよね。<laughs> なんで日本にいるの海外旅行行ったついでに。で、カミ国には行かないのあれ、調べたよ。あの 水泳ね。永遠泳の水,水泳する人の時速って4キロぐらいなんだって。で、朝鮮半島からあの一番近い日本の島までが50キロなんだって。で、もそこからもう50キロくんとあの九州の端っこの方に行くんだそうです。ね。だからあそこの玄界灘が、ね、流れがきつくなくて、100キロってことは、えっ、ー、と、4で割ると、 25時間ねあのウェットスーツあのドライウェットスーツでさ、ね、どんなことをし,しても沈みませんよっていうのを着てさであの信玄袋からなんか、ね、腰に弱いといてさで喉が沸いたらそろそろそろってやってねあの水を飲んであんパンかなんか食べてさキムチでもいいよ、ね、でウェットスーツのさお股のところね前の部分と肛門の部分はくりぬいといてさ 泳ぎながらさウェットスーツ脱いで垂れ流しは難しいじゃんねで上陸する時はその上にこうもう一つパンツを履けばいいじゃん。こうも見えないから尾形も見えないからね。うん。それはあの海流もなく穏やかなね学校のプールみたいなんだけど塩水だからあプカプカ浮いちゃってね。で100キロだから。 時速4キロだから25時間泳いでくればね延々してくれば朝鮮半島から日本の九州の上の方端っこの方へ来れますから物理的にただあそこは中華人民共和国とかだから朝鮮半島からね海にポイ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 ってあのゴミをポッカポッカ浮くね。 ゴミをさ、捨てれば親やしをっちゅうのあのー、新潟の方を通って津軽海峡の方まで抜けていくわけでしょ、ね、何が言いたいか海流が流れてんからさドライウェッツスーツ着てさね、腰に信玄袋で、中には食料で、ね、仰向けになってさ泳がなくても海流で新潟あたりまで行っちゃうから あの、サメにパクって食べられなかったらね。うん、何が言いたいか <laughs> それ物理の話。100キロだから。ね、距離100キ,100キロのところへさ海流が流れててね、その海流に「魚」と泳ぐっていうのはまあ無理だけど。 海流がこうやって流れてん時にさ、ねこっちがロシアの大陸で、こっちが日本の大陸で、その海流がこう流れてん時にさ、少しずつ日本に寄りながら海流に流れていけばさ、あの、日本海側の海岸のどっかしらに泳がないでいくから、あこう、横泳ぎさ、金ちゃんでみたいなすさ。 疲れないよ、うん、ただ下手してただ流れていくとロシアの方に行っちゃうかね。うん、だからね朝鮮半島から九州の端っこまでさ100キロっきゃないんだから、ね、でもそこ海流があるからここ突っ切ることは無理だと思うから。 岡山とか鳥取とかね新潟の方へさ目指して、ね、ラッコみたいにさ、ね、この上でアンパンとかさ、まあ、キムチ食ってもいいよでね、信玄袋でで、ペットボトルに水はいっぱい入れてあってさで、クソ小便はさあのこうね、おまたんとこくりぬいとけばさ 垂れ流しできんじゃんで、ぷっかぷか浮いてればさで、パドルかなかったのがいいねやっぱね流されながら日本の日本海沿岸に <laughs> 行くようにちょっとずつさこうってちょっとずつ気が向いたらさこってやって風向きもあるよね天気予報ほらね、人南が流す天気予報あのー大韓民国には届いてんでしょで、あ、今日は北西風だな 最高だよ、もうちょっと言ったら、ね、北風がいいね。うん。北西風か北風なら間違いなく、あの、ぷかぷか流れてるだけ、海流に乗ってね、流れてるだけで、日本海、日本海のど,どっかしらの沿岸に必ず続いちゃうから。ね。あ,れあの、まあね、直線距離で100キロで、流されてって300キロにしてもさ、海流のスピード、スピードがあからさ、 まあそうね日が暮れてさあのでも冬はほああだもんね冬はさ夜が長いっつってもさががあるが低いからね、うん、でやっぱさ思った後、と肛門のとこくりぬいてんとさそこは知りたいもんね。うんあ だからおまたんとこはくりぬいといてその上に分厚いあのーあのー、なにウェットスーツのドライのパンツ型のを履いとけばさね、うんちとおしっこ垂れ流す時だけはちょっと下げてさあっ冷たいって思いながらブリブリってしまったら一時拭かなくていいんだからうんでもこ終わって履いてさほんでまあね夕方日が暮れてさ夏場だとそうね 夏場だと夕方まあ横浜で言えばさ夕方7時ぐらいになんないと暗くなんないもんね。で朝3時40分ぐらいにはもう明るくなっちゃうもんね。だから、まあ、7時から3時までかね891011121238時間ね。直線距離で100キロ300キロ流されながら。 8時間ねっ8時間はポカポカ浮きながらさこうやってちょっとずつちょっとずつさ日本海の方へロシアにロシアに行かないようにさこ,ずつこういうふうに気が向いた時こうやってパッ,とパッとパッとやってればね夜のうちに明け方あの未明にはさ <laughs> 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 だからね、もしね私が大韓民国人でねあの日本が大好きだったらねああそんであのネットで読んだんだけどさあの大韓民国人の4人に3人がもししできることなら亡命したいんだそうです <laughs> そんなに楽しいのかね大韓民国の国民をやってるってことは。 嘘だと思うよ、4人に3人が、うん、亡命したいってありえないよそんな国でも読みましたようん。だネットの情報も全部が本当じゃないからね、うん、大韓民国人のほぼ99%はね僕は大韓民国に私はね大韓民国に誇りを持って 大韓民国人として死ぬまで大韓民国人を貫きますよと、ね、お国のために死ぬのも何でもないですよとね大韓民国人の99%ぐらいは思ってるんでしょ、ね、うん、と思いますよ。じゃあ日本人に同じ質問してみな。小学校行ってさ「あー夢はあニュ私は大韓民国から参りました。 うん、なんの何助です。今日は日本人の皆さんにご質問があります。あの虚心坦懐にあの包み隠さずあなたのあ現在のあ心の持ちようをあ拝聴したいんですけどいいですか。はい。じゃあ質問しますね。あなたは日本が好きですか。 あなたは日本が嫌いですかって聞いた時さ75%がさ日本なんて嫌できることなら移民したい言わねえと思うや言わねえと思う世界中のやつが日本来たいんだからかっらいたいんだから。 あ、そうそう。なんかね、半年前ぐらいから始まったチャンネルなんだそうですよ。私はね、昨日、おとといから発見した、昨日かな発見したんだけど。えっ、ー、とね、三話林業。三つの平和の輪。三話林業。三話林業なのかなうん。っていうチャンネル。うん。林業のね、うん討伐とか。 書いてとかねわかるがいいね、うん、何の話だっけねじゃあさ朝鮮民主主義人民共和国の小学生の皆さんにねあのー、皆さんは 朝鮮民主主義人民共和国好きですかはい全員が全員こうやってやると思うよ。うん行ったことないかわかんないけどね。の時開きったらアウトだもんね。じゃあさ中華人民共和国のね小学校の教室行ってさあのー、ちょっとお伺いしますがもし可能ならあのー。 移民したいって思ってる小学生の皆さんいたら手を挙げてくださいますって時さなからからげにくいと思うよ <laughs> なんで日本じゃないから <laughs> ねでそういうことであなた何人死に見て飛びのいてんの ゼロで飛びのいてたらバカだよいっぱい見たんだよねだからブルってんだよねどんなに目のつんだ繊維でも折り目見えますからウイルス顕微鏡じゃないと見えませんから <laughs> 小学校で出てれば 小学校出てないんだ。はあ、それは辛いもんがあるよな。疑問文だよ。何人死人見たの。答えはね。三種類。何人見ました。一人も見てません。うーんとどれがいい。 あなたどれこれこれこれ疑問 <laughs> 文,文だよ。だよーなんつってないよ。あ言ったかねバカだよって。ならばっていう条件付きだから。ならばじゃなきゃバカじゃないじゃん。ね。あなたがだよっつってないよ。うん、もしそういう条件付きの。 の方がいたらバカだよって言ってんの歩道から車道を飛び抜いてさこんなに迂回していかなきゃならないほど死人見たんだよね。サンキューフォーやわン・ちバかばかげんねくさんでーやんもおーつかまえくるんつのぼぼうでいつぐぽいいいずこのうちもそれさえにああうむ。ジュンだ。 The 11th, 2 0 2 3 n d a y evening, 7:52 pm。日曜日結構やることが多いね。うん。何分 ?1 時間36分48分これをまたさ。 口滑らしたいとこないと思うんだけどさ、聞いてみんとあんたよね <laughs>。聞いてみんとあるんで。<laughs> 今はほら、犬が吠えてんじゃん。ね。犬には吠える理由があるわけさ。番犬として飼ってればさ。あのう、うさんくせ奴が通れば吠えるわけだから、ワンワンって。 もう一つはあのお散歩連れてってちょって言ってる場合もあるよねおそらくあれは夕ご飯ちょうだいなって言ってるかもしんないしね、うん、だからねあのマスクなんか一度もしたことないね人生であの10年ほど前ね八百屋さんで品出しした時業務で冬場ね 三ヶ月マスクしましたが、68年で三ヶ月だけですから、マスクしたの。その私を見て、歩道から車道へ飛びのいて、こんなに迂回していく方が昨日いましたよ。オーケーお買い物行った片道30分の中で。一人二人じゃないよ。でもね、 ももうしてない方も多い方多ね、うん、ほんであのー、あの YDC っていうタイトルでさあのー、海外のね皆さん日本に来たいっていおっしゃってる人がもし見えればというつもりでやったのがいくつかあった中にさ電車乗ったのあんだよね。 でも電車乗ってもマスクしてる人、あんまりいなかったかな。その、一週間ぐらい前かね。うん。で、昨日は飛び抜いてたから、昨日土曜日でしょということは、金曜日、うん、週の後半にかけて、あの、テレビで、あのー、怖いよ、怖いよ、怖いよって言ったのかなうん。 一週間ぐらい前、日付よくわかんないけどね。あの、電車乗ってる日付のもあるから何曜日だかよくわかんないけど。うん。その時はね、電車乗ってもマスク特に目立たなかったね。うん。あれでしょこう、こういう風にやってマスク外すと、こうなっちゃう。ね。マスクへするとこうなっちゃう。こうなっちゃう、こうなっちゃうっていうのを繰り返してやってんじゃないの そう思うよ俺、テレビ見てねえから持ってねえからわかんねえけど新聞もしてちゃってないからわかんねえけど漢字として「あまたこれなのね」あ「あ今はこれにし,してるのね」っていうのが道歩くだけでわかるよテレビ見なくてもそう言ってんだよ誰がっつってねえじゃん誰がっつってねえじゃん嘘つきは泥棒の始まりだから 嘘ばっか言ってんなよっつっ,っ,ってんの。おじいちゃんくどいよ。嘘言うなーって言っちゃいけない法律あんの日本に。世界中探して嘘言っちゃいけませんよーっていうあ違うね「嘘言っちゃいけませんよ」 言っちゃいけませんよっていう法律ないでしょ世界でそれとも大韓民国じゃ嘘言わないといけませんよって学校で教えてんのそんなことないよね疑問文だよ疑問文日本の小学校では最近は嘘言わないといい学校入れさせちゃげませんよ あり得るかもな <laughs> そうだって言ってんなよ。